国の特別天然記念物のコウノトリ2羽が淡路島に飛来し、電柱の上で巣作りをしている様子が確認されました。寄り添う2羽のコウノトリ。こちらは先月19日に洲本市のため池で撮影した映像です。初めて見たのが正月の2日の日、これ電柱に止まってまして、あの2匹つがいで餌取ってますね、あのステージ、の辛抱よく、県立コウノトリの里公園によりますと、1羽は2017年に豊岡市で生まれたメスで、もう1羽は2018年に同じく豊岡市で生まれたオスだということです。縁起がいい鳥やいうことで、コウノトリはね、だからもう毎日観察して、そう、まあ、今年は何かいいことあるのかなと思ったりして、まあ、これから楽しみです。もしかしたらその電柱にね、はい、巣作ったら巣か分かんない。そうですね。ところが、その後、淡路市で同じペアの姿が確認されたのです。たまたま敷地内に立ってるあれやから音が大きいんで、ね、あの羽ばたきなんかでもバサバサいうもんで、びっくりして何かなと思ったら、最初はサギかなと思ったんやけども、パッと見たらあのめちゃめちゃ大きいし、まあ人に聞いたらコウノトリやいうことで、ああこれは幸せを運んできてくれたなと、今年はうちの商売もうまいこといくかなと思ってますわ。民家の敷地内にある電柱で巣作りを始めていました。一匹の鳥の上、あの鳥が乗ってましたから、ああもう子供を作るよなあいうふうなあれが思ったんで、もうすぐきちっとした巣になって、ここで子供を返すんじゃないかなと思って喜んでます。コウノトリの里公園によりますと、兵庫県内では田島地域以外で巣作りの様子が確認されたのは初めてだということで、繁殖が期待できるとあって静かに見守ってほしいとしています。